東京浅草の浅草寺で夏の風物詩ほおずき市が始まりました。昔から7月9日10日功徳の日にお参りすると四万六千日間お参りした御利益があるとされています。この日に合わせて江戸時代から初期払いの薬効があると言われるほおずきを売るようになったと伝えられています。浅草寺の境内には早朝から多くの吉津張りの露店が並び、鮮やかな朱色のほおずきが店先にびっしりと並びました。今年は天候不順で出来が心配されてましたが、色付きは上々とのことです。風鈴が涼を告げる中、売り子たちの威勢のいい掛け声が響き渡り、訪れた人々は足を止めていました。ほおずき市は2日間で60万人の人出が見込まれています。